曲が長いんだね。すごいよね。あんまり。めっちゃ。
せた。4キロ？まあ、だいたい6キロぐらい痩せちゃったよね。何でもできるからね、俺結局。何でもできちゃうけど、ダイエットもできちゃうんだよね、結局。本気出せば。あ、ちょっと後でそれ回収するから黙ってて。あの、俺スリーピースやるの初めてで、あの、この辺に届かないっていう苦しみを初めて味わいました。ずっとこの辺にいるからね、俺普段、左手が。無理だぞと思って。すげえ練習したんだけど、すげえ練習したんだけど、結局無理だったわ。無理だしょ、無理だしょ。噛んだ今、無意識に噛んだの今。緊張してんのかな。緊張はしてない。至ってこう心は泣いてる。泣いてるって分かんない。あの海に風が吹いてない。あのもうちょっと大丈夫ですそれ。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。はい。ゲストがいるんですね。ゲストがいるんでゲストを呼び込みたいと思います。はい、庭祐介です。はい。早く行って。ガリガリやな。痩せたね。痩せた。庭さんで時間取るわけにいかないんだ。言い方よ。
好きやありがとうございます。ですね、本日、集合時間がですね9時50分だと思うんですけども、皆さんご存知の通りね、私は今日丹羽さんのモーニングコールで目覚め、起きた時には9時50分だったというね、失態を犯したんですね。はい、確かにね、やけにこう目覚めた時に目覚ましを消してないんでね、目覚めてこう天井をこう2秒ぐらい見つめて、あれなんか眠くないし、なんかおかしいぞって思うんですよね。そうだって、そもそも昨日の夜すげえ眠かったもんねって思うもん、うん、昨日の夜すげえ眠くてもうね、ほんと今年一番ぐらい眠かった。本当にね、ね、眠いオブザイヤー受賞できるね、本当にね、それぐらい眠かった。眠いオブザイヤー受賞という曲があります。眠いオブザイヤー受賞、もう羊なんて数えなくていい、すぐに出れる昨日の夜の俺の感情ね。眠いオブザイヤー受賞、受賞式は夢の中で、家に帰ってそのまま布団に帰って12時間寝たい。そんな僕も君はそう見たい。甘やかされたい、優しくされたい、褒められたい、全部許されたい。君の愛情にギュッと包まれて君の泣き抜いたい。眠いオブザイヤー受賞、もう羊なんて数えなくていい、すぐに寝れる。眠いオブザイヤー受賞、受賞式は夢の中で、昨日は12時間寝たけど今日はさらに寝ていたい。アラームかけずに風を締め切ってエアコン適用、睡眠導入剤必要ない、もう好きなだけ寝るでオーライ。昼過ぎにもし目が覚めたとしてもその後一人したい。最高のミルフィーユ。聞こえたみたいな今。なんて言った今。今年度最高のミルフィーユ。言い直す時もいい声だったね今ね。ミラノ風にしたからね。ミラノ風ミルフィーユね要は。敷布団オレオン掛け布団じゃないけどね本当は。逆だよ、ね、うん、そう。だって掛け布団あってオレオって上に敷き布団やろ。寝返り打ちにくいよね。重たいからね。重力半端ないからね。そう、そうだね。ところでなんだけどさ、ところで。ところでね、丹羽さんのさ大好きなあの曲あるじゃん。あるね。あの曲に似てなかった今。もうあれですね、これ聞いた時眠気吹っ飛んだからね。あれと一緒やみたいな。あれと一緒やんってなって興奮して眠くないオブザイヤーになった。そう、興奮してきたからね。興奮してきたからやっ
てるよね、ほんとね。あれ、あれね。あれね、あれ似てるよね、ほんとね。ゲストの丹羽くんはここで退場します。ありがとうございました。ありがとうございました。そんだけゆっくり歩いてるの春日だけだから。いや、みんなね、あのみんなやっぱあの曲大好きだったね、うん、今の曲ね、うん、俺も好きだもんね。というね、セクションが終わって次のセクションに行くんですけど、セクションがね、こういうセクションに行くんですけど、あ、待ってます、全然何年でも待って、一回チューニングじゃ確認してみる、うん、つけて外したじゃん、カポつけて外した、確かにつけて外したぐらいじゃ246のレスポールチューニング崩らないと、あ、これ俺だけしか見えてないわけじゃないの、このみんな見えてない、これ恥ずかしいね。あ、見えてる、そっちからも完璧に隠したと思ったけどね。難しい、レスポールのチューニング3回目ぐらい、人生よいしょ、よいしょ、よいしょ、あ、いい感じ、いい感じ、まあ、この辺使わないから、ね、ほら下の方もう使わないはいはい、でですね、じゃあ次の曲いきますか。はい、君、首長い象、鼻長いウサギ、耳長い手長ザル、手長い雑雑雑雑雑に動物紹介紹介、雑に紹介雑雑雑雑雑に動物紹介紹介、カメ走るの遅い、走るの速い、エラジカ走るの速い、ダツ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 に動物紹介紹介、ダツに紹介、ダツ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 に動物紹介紹介、カニおいしい、タコおいしい、みんな言えるよね、みんな言える、せーの、おいしい、コカユイおいしい、ダツ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 に動物助け合う人、
死ぬ一緒動物の仲間雑物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 ありがとうございます。雑くない？ちょっと雑すぎた？雑すぎたよ。さすがにね。さすがに雑だったね。非常に雑だったね。紹介の仕方がね。なんかさ、手と顔でかいぐらいぐらい雑？ぐらい雑だった？それ相当雑よ。だってもうそれがね、すべてというか、みたいなのあるやん。あ、俺のアイデンティティ。そう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 。もっといっぱいあると思う。そうだね。いっぱいあったね。うん、梅田。10年ぐらい雑やったね。雑やったね、雑やったね。それが全てやからね。があったら言えたんだけどね、それをね。ちょっと言えなかった。あなたには言っていませんよ、小井さん。赤にありがとう。あやぽんありがとう。ですね、大変楽しい時間を過ごさせていただいているところでございますけれども、次で最後の曲と。愛になってしまい申し上げます。多分結構みんな知ってると思うんでね、和になったり、感情の高ぶりの表出の一つとして身体を激突させ合ったりなどしてもよろしいです、などしてもよろしいです。感情の高ぶりの表出の形の一つとしてですよ、あくまで。分からせたるよ。ありがとうございました。ハッピーウェディングマイソング手拍子。ガッと遠い感じやきで愛情しちゃう感じやんか、あかんで気に見ておりゃや、趣味とか好きな音楽似てるやん、まんざらでもない顔していくやん。
っかりだった方がいいんじゃないですか。Yeah.